やらかした芸能人の復帰について実際どう思いますかだって。前と同じように付き合えてるんですかだって。やらかしたことにようんじゃないうん。なんか反射とか、薬物とか、そういうことになるとやっぱり付き合いづらくはなるんじゃないかなうん。女性がどうとかね、そういうプライバシーのスキャンダルとかあったら全然なんともないけど、やっぱ不法行為とかね、やっぱり。 うん、やっぱり反射が絡むものとかっていうことになってくると付き合いづらくはなるとは思うね。うん、俺に全くスポンサーがいないとかそういうことだったら全然付き合えるけど、どうしてもやっぱり広告とか抱えてるとやっぱりイメージとかさ、そういうものがあるから。まあでも復帰するのは全然自由よね。どんな犯罪を起こしたって社会復帰はしなきゃいけないし。うん、でもやっぱり、 そういうものが全くないタレントさんと、うん、そういうものがあるタレントさんを、やっぱりね、スポンサーだったり制作とかテレビ局が選ぶわけで、ね、仕事減るのは当然仕方ないことだろうなと思うけど、まあ、よしということになれば、全然いいんじゃないですかね。付き合ってもいいと思うし、なんかミスしたからってもう付き合わないとかそういうふうに思ったことはないです。はい。実際。 ね、俺の周りの人なんて、やらかしちゃった人多すぎるから、<laughs> みんなやらかしちゃうから、俺の恩人みたいな人みんなやらかしちゃってさ、一回ないなくなったりとかしてるから、大変だよ、本当に。もう、なんかね、ナーバスな話題で、あの、しくじっちゃった人多いから、<laughs> あの、こっちはね、全然何とも思ってないけど、やっぱりこちらからね、一緒に何かしましょうって声かけづらい時期があるからね、 その時期に、あいつは不義理だって思われたらもうしょうがないわな。葵さんいつも